これいいかも。新しいその飲食における感染予防、作戦。あと、まあ、最近メディアでもよく出てくる変異株、はい、変異株、これもなんかこう怖い怖いっていう感じになってる方が多いと思うんですけど、はい、我々からするとなんとなくウイルス変異して当たれないじゃないっていう感じがしちゃうんですけども、そこら辺なんか変異株に対して、ね、まあ、変異ってあんまりこう何がない方も多いと思うんですけど、まあ、ウイルスがこう複製するときにエラーがですよね。まあ、それがまあ変異ということになるんですけども、まあ、今世界的には3つ、イギリスと南アフリカと、はい、あとブラジルと、はい、大きな変異が見つかっているんですけども、まあ、ちょっとこう良くないこととしては感染力がこう非常に強いということで、まあ、今までよりですね、まあ、多くの人に感染させるので、まあ、一気にこう感染爆発が起こる可能性があると。病院、まあ、感染者が非常にたくさん増えちゃうので、まあ、医療機関にかける圧力も強くなりますし、うん、たくさんの人が感染しちゃうのでやっぱり重症化する人が数としては出てきてしまいますので、うん、そこはちょっといっぱい心配するところですね。なるほど。まあ、でも基本的に変異株であってもそうじゃなくても我々一人一人がやるべきことは、そうですね、やるべきことは一緒ですよね。この私のゆたちゃんでもとにかく手洗い手洗いってこう言ってるんですが、先生なんか一日何回ぐらい手洗いします？病院もう無意識にやってるんで数えられなくて、間違いなく100回以上やってますよね。そうですね、まあかなり、例えば外来で患者さん見て50人見たらその50回の必ずやってるわけです。そうですね、毎回患者さんと、ね、それでいろんな場所を移ったりするためにやってるわけですから。そうですね、だそういう意味では医療関係者というのはそのくらい手洗いやアルコール消毒をしているということなんですが、水戸さんなんかどのくらいやってますか、はい、1日手洗い。1日ですか、10回やるかないか。10回ね、だからもうやるだけのことやってます、手洗いしてますって10回というのは医療関係者の隠したら全然やってないという感じですよ ね、 うん、いやそのくらい、ね、やっぱり手洗い大事なんですよ。そうですね、うん、だって金井先生なんかね、新型コロナがいる場所にしかいないんだから。そうですね、もう新型コロナウイルスに囲まれて生きてるのにもう100回以上手洗いして注意してればもちろんコロナにもかかわらずいるわけだから、もう本当にもっともっと意識して手洗いをしましょうっていう話を、まあ、口を酸っぱくして言わせていただいてます。全ての感染対策の基本は手洗いですね。そうですね、手洗いが最も有効な手段というふうに言われています。お店とか入っていく時の消毒も皆さん入るときは一生懸命やられるんですけど、うんうん、入るときはどちらかというと他の人のためにこうやる消毒なんですけど、うんうん、帰るときやられてない、帰るこうところには消毒薬置いてなかったりするんですよね。まあ、むしろ自分が感染しないためには帰るときの消毒の方が大事です、ね、そうですよね、うん、だから入るときっていうのはお店に自分がもしかしたら持ってるかもしれない、それをお店に入れないためであって、そうですね、でそこにはいろんな人がいてお札も触ったりいろいろするわけですから、そこで万が一手にウイルスがついたらそれを自分に持ち込まない、また家族に持ち込まないというために帰るでしょうね。私と同じこと言っていただきます。ありがとうございます。本当にもう私も自信を持ってこれからもう金井先生お墨付きですから、もう入る時だけじゃなくて帰り、これはスーパーでもそうですよね。そうですね、飲食店でも入る時だけじゃなくて帰る時もしっかりとアルコール消毒、これをぜひ心がけていただいて、皆さんに広めていただきたいと思います。あと皆さんに知っていただきたいのは、まあ、手にウイルスが仮についても、うん、まあ、目と鼻の口からウイルスつきますので、うん、ここ触らなければいいんですよね、うんうん、だからこう、うん、顔を触らないということを意識していただく、うん、逆に言うと顔を触っちゃうときには、はい、消毒なりケアなりをもしっかりやっていただく、うん、なるほど、その習慣ですね。ウイルスは口と鼻と目以外からは入りません。でもそれが大体手から入るわけですよね。そうですね、だから手洗いが大事。で先生は特にこの飲食、基本的にやっぱり飲食でその感染が広がることが多いっていう実情があると思うんですけども、そこら辺はいかがですか。そうですね、やはりこの感染症はこう無症状の人の会話でもこう飛沫が飛んで、まあ、そこにウイルスが入ってで、まあ、感染が広がってしまう可能性があると。でまあ、今皆さんおっ
お互いマスクしているような状態であれば、まあ、かなりこう飛沫を防げているという状況でありますので、まあ、お互いマスクしている環境ではですね、かなり感染が抑えられる。なるほど。どうしてもやっぱり飲食の時は、まあ、マスクができない状況で、ね、まあ、割とこう近い距離ですね、うん、楽しくおしゃべりとかしてしまうと感染してない人にまあ移ってしまう可能性がある。だから、まあ、飲食自体がダメっていうわけではないんですけども、うん、人と飲食する際にはちょっと一工夫が必要かな。一工夫、どんな工夫でしょうか。例えばこうパーテーションね。パーテーションですね、うんうん、パーテーションがあれば飛沫を防げるので、マスクの代わりになるわけですよね、はい、だから正面とかパーテーションを置くっていうのも一つのパーテーションかな、はい、例えばこうある程度こう距離が取るといいので、まあ、4人掛けの席だったらば、まあまあ、パーテーションはあれば別ですけど、なければ斜めに座る、うん、ね、横と前、うん、いや、ここと、ここって感じですね。そうですね、はい、そうするとこうちょっと距離が取れますので、はいはい、そうすると感染リスクを下げる、まあ、特に酔っ払うとね、大きな声になっちゃう人がいるけど、ね、はい、お酒飲んじゃいけないとは言わないけど、まあ、そういう大きな声にならないように注意しますね。ありましたね。例えばね、2時間の宴会があったら、途中でこの消毒タイムでみんなでじゃ手を洗おうとかね、顔を洗おうとか、それから例えば、みんなでアルコール収集、こういうのをね、はい、時間を決めて、はい、手を洗って、消毒タイムやって、それからまた、食事を始める、そんなのも、意外といいんじゃないかなと私は思ったりするんですけど、面白いですね、なんかイベント性があって、うん、楽しみながら感染対策が、あ、そうね、面白い。うん、松本を中心になって3010運動、最初の30分席立たないで、まあ、食べ物を残さないしましょうって、まあ、こんな運動もあるけど、このなんかね、飲食楽しいイベント、まあ、3010みたいに最初の30分は食べるときに集中しましょうとか、ああ、そうだ、そういうのもいいかもしれないですね。あ、なるほど。最初の30分は会話せずに食べることに集中する、はい、でその後はじゃああんまり食べないようにして喋ればいいんだ、マスクして、そうです、ね、これいいかも。これなんか工夫すればできるかも、ね、感染対策の飲み方、感染対策の宴会の仕方、これちょっと先生やりましょうよ。そうですね、はい、またちょっと後で考えましょう、ちょっとじゃあ新しいその飲食における感染予防、作戦、いつか2人でこうやって発表したいと思います。もうずっとこの1年間ね、先生が県内の新型コロナの感染予防とかクラスター対策ずっとやってらしたわけですよね、はい、今までテレビに100回以上出てもなかなかそこで聞いてくれなかったとか、こんな苦労したとか、はい、そんな話があったらぜひ、はい、皆さんまで話していただきたいと思うんですけど、まあ、よく病院とか施設とかで、うん、まあ、院内感染とか施設内感染してしまうことがあるんですけども、うん、そうするとやはりこう周りの人から病院何してんだ、施設何してんだというふうにこう思われている方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、病院も施設もですね、まあ、その職員はやっぱり自分のこう職場にですね、ウイルスを持ち込まないように当然こう宴会とかも規制してしまうし、そうですね、まあ、かなりこう、ね、感染対策がしっかりやっていうところではあるんですけど、それでもやっぱり入ってきちゃうんですよね、だって当たり前ですよね。だって病院ってね、具合が悪くなった人や新型コロナに感染してるかもしれないっていう人ばっかり来るとなるじゃないですか。そうですね、最初からこう感染が疑わしい人だと、まあ、しっかり対応できるんですけど、うん、まあ、無症状で来た人がたまたま感染してたりっていうこともありますので、そうするとね、なかなかこう気づいた時にはもう広がってたっていうことがあると、まあ、かなりこうやってる中でも広がってしまうっていうことは皆さんに知っていただきたいなっていう。そうですね、いや本当にね、医療関係者の方もう本当にすごい気使ってますよね。そうですね、本当にだって旅行にも行かない、もう病院と家の往復だけ で、ね、でなるだけ人のいるところに行かないようにしよう、本当にその病院の中で感染を広めたら命、ね、患者さんの命もかかるわけで、すごい気を使って努力をされてますので、まあ、そういった思いを持ってみんなに分かってほしいと。そうですね、いいですよね、うん、
実際は そこら辺がまだうまく伝わってないなと。そうですね、感じ、ええ、まあ、そこをちょっとね、あの、理解していただけるとありがたいかなというふうに、なんかこう、なかなかそこら辺、行政とかね、政治とかね、そういうのにこう、うまく理解してもらえなかった経験なんてありますか、経験とか、そんな思いをしたこと。まあ、行政というか、まあ、一般の方、やはりこう、今までなかった感染なので、まあ、すごい皆さん不安だというふうに思うんですよね。ですので、やはりこう、医療従事者に対して、まあ、誹謗中傷みたいな感じで、まあ、医療従事者のお子さんがちょっと来ないでくれみたいなことを言われたりとかっていうような話はこちらほら聞きますので、あれだけ頑張ってるのにさらに誹謗中傷されてる。そうですね、まあ、こうちょっと切ないところはあります。そうですよね、今日はあの皆さん見てお分かりの通り、このストラスリボン、金井先生も、はい、知ってますか、ストラスリボン。知ってます、あの、誹謗中傷をやめましょう。誹謗中傷やめよう。どんなに注意しても感染しちゃう人もいるわけですし、 それから病院の中でクラスターが出た、だから全然関係ない、そこに働いてるだけで看護師さんとかその医療関係者が誹謗中傷される、まあ、それを何とかしなきゃいけないっていう、それをやめようというこの質は水分運動ですけど、先生もこれに深く関わってるんですね。日常的にコロナに関わっていますので、この感染症も病気ですからね、いろんな人が病院にやってくるじゃないですか。そうですね、で病気になってみんなやってくるんですよね。そこの医療関係者、なんでこんな病気になったんだって、あの、なんでこんな夜遅くその心筋梗塞になったんだとか脳梗塞になったんだって、そのこと絶対言わないですよ。誹謗中傷なんてしないですよね、なりたくなるわけない。この新型コロナの感染もそうですよ ね、 そうですね、本当にどんなに注意していてもやっぱり感染しちゃうことがあると。でそういった人、そしてそういうところで働く人に対して誹謗中傷はやめましょうと。先生なんかご自身がそういうことをやれたことないですか。まあ、よく患者さんに言われますけどね、うん、あの、先生大丈夫かって、感染しないかって言って大丈夫だよって言って、ちゃんと対策してるから大丈夫ですよ。まあ一応信頼されているのかなと思いますけど、うん、でもまあそういうことなんですよ、誹謗中傷ってのは。そのもうあんたには見てもらいたくないって、そういうことだってありうるかもしれない。そういうことは、あの、絶対あってはいけないと思います。このストラスリボン運動、あの、これもしっかり取り組んでいきたいと思います。新型コロナ、今が踏ん張りところです。一人一人が意識をして、手洗い、マスク、しっかりと感染予防を実践していきましょう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。